はい、皆さんこんにちは、もちゃいです。今回はイベント結果発表ということで、今日は9月の15日木曜日でございます。現在夕方の6時ということで、今日のお昼3時までイベントが開催中でございました。そして無事終了ということで、僕はですね、ちょっと、イベントが始まってから終わるまでまさかこんなことがあるとは、ということで、お知らせのね、動画も出しましたけども、怪我をしまして、右手親指を、ガラスで切りまして、ほとんどプレイしてませんでした。はい。で、始まった5日かな、そして6日、2日間で、やって、で、その後ですよ。5、6でやって、7に怪我しました。ね、7日に怪我して、でそっからずっとやれてなくて、今日15日起きてから今日空いてたので、プレイしてました、ずっと。はい、ちょっとまだ怪我もね、1週間経って、元貼ってあったテープとかは取ったんですけど、まだ完治はしてないので、ちょっと右手本当に痛かったんですけども、若干無理しました。はい、やっぱり欲しくて、覚醒させたくて、カナンちゃんをね、ポイント報酬頑張りました。はい。ということで、最初の2日間のダッシュが結構大きかった。5日と6日で、その2日間で3万ポイントぐらいもう貯めてあったので、それが本当に大きかった。これがなかったら覚醒できてないと思います、カナンちゃん。はい。ということで、ランキングとか、まだ確認してませんので、この後見てみたいと思います。はい。いやー、ほんとね。これがまだヨハネイベントじゃなくてよかったです。はい。ということで、見ましょう。はい、イベントは終了しました。ということで、ちょっとね、他の方の名前が出ちゃうので、あんまりずっとはやれないので、さっと見ましょう。自分の順位。よし !36,328 位、結構上で終われましたね。よかった。最後の、30分ぐらいかなはもうちょっと入れなかったので、結構ね、最初にガーッと稼いだんですけど、いやーよかった。もうね、ちょっと右手を酷使した、甲斐がありました。よかった。81,249 ポイント。まあ、ちょっとカナンちゃんの3枚目はさすがに無理だったんですけども、2枚は取れました。ありがとうございます。ということで、もうプレゼント来てるかな？プレゼントボックス。お、来てる来てる。そうそうそう。ランキングも5万以内に入れましたから、マリちゃんも2人覚醒分。やったー、ありがとうございます。でね、ノーマルの子もゲットしました。そして勧誘チケット。これはせっかくなんで、最後に引きましょうか。受け取っておきます。そしてマリちゃんも受け取っておきましょう。そう、このね、前にですね、このウルトラレアカナンちゃんを狙ったガチャ動画ありますので、よかったらご覧ください。なので結果は、言いませんが、はい。では、イベントでポイント報酬だったカナンちゃん、そして、今ゲットしましたランキング報酬のマリちゃん覚醒させて、最後、また報酬の、チケットで一回勧誘して終わりましょう。それではまずカナンちゃんから。はい、カナンちゃん覚醒前はこんな感じでございます。ダイビングスーツですね。では、こちらを選択。ちょっとね、右手の包帯で、こっちにピントが持ってかれちゃうんで、ちょっとピンボケが多くなるかもしれませんが、すいません。それでは、カナンちゃん、特別練習。よかったー、頑張って。では、特別練習する。何？練習相手に、ユニットの差、さっきね、ユニット入れ替えちゃったから。でも大丈夫です。OK！ さあ、メールが来た。スクショ！よっしゃー。マリ、手伝ってくれてありがとう。なかなか面と向かって言う機会がなくてさ。はい、ということでまずはカナンちゃんを覚醒させました。ボイスはマリちゃんに、当てた一言でしたね。はい、ということで、かわいい、よかった。ほんと頑張った甲斐がありました。もうね、怪我は避けます。はい、ということで続いてマリちゃんいきましょう。はい、マリちゃんも覚醒前はダイビングスーツでございます。それでは選択、これもね、ランキング入れてよかったです。それでは特別演習する。
敵なシャイニーなお姉さんと一緒に海でダイビングを楽しまない？ただいま参加者募集中。はい、マリちゃんも覚醒ありがとうございます。これでね、今回のイベントは頑張ったと言えるんじゃないでしょうか。はい、ということで、カナンちゃんそしてマリちゃんも覚醒させました。それでは最後にこちらもランキング報酬でもらった勧誘チケット1枚を使ってアクア特待生勧誘カナンちゃんを狙います。まあでもちょっとね、チケットとはいえこれ単発なのでちょっとね、難しいと思いますが、引いていきたいと思います。もうね、記念なのでここでパッと使っちゃいましょう。それではチケットで勧誘、はい、1枚持ってます。1回使う、 OK、 変われ、あー残念、いつも通り。はい、ということで、レアの、リコちゃんが出ました。 OK、 はい、ということで今回はスコアマッチの、イベント結果の発表でございました。皆さんもね、カナンちゃんそしてマリちゃん好きな方は頑張ったんじゃないでしょうか。そしてね、スクフェス、全イベント頑張るよって方も今回ね、頑張ったんじゃないでしょうか。はい、ということで、ヨハネイベントがね、ちょっと次というかまだですからね、いつ来るかなっていうのが気になります。はい、ということでヨハネイベントが来たら頑張りたいと思います。ということで今回はここまでになります。最後までご視聴ありがとうございました。